お、ようやく来たみたいやね。あれ？どうしてケビンさんがこんなところにいるわけ？いやー、それには海よりも深い事情があってやね。ここに来るとき、街道の途中で会ったの。それで一緒にここまで来たんだよ。街道の途中って、どうしてそんなところで出会うの？はっきり言うてしまうと、目的は琥珀の塔の調査でな。実は俺、ロレントでエステルちゃんたちと別れてから一通りシリンの塔を調べてたんや。シリンの塔？ということは他の三つの塔も調べたんですか？ま、そういうことですわ。おかげでこっちの竜騒ぎが完全にノータッチになってしもて、ここらで情報交換をしようと、そう思って参上した次第なんや。それは構わないけど、それじゃあ早速ここで情報交換をする？ああ、できれば夕食の時がええかな。その方がお互い落ち着いて話をできるんとちゃう？それもそうね。で、ケビンさんもここに泊まるつもりなわけ？聞けばここって割と有名な宿やそうやんか。せっかくやから俺もエステルちゃんたちの休暇にご相伴させてもらおうと思ってな。いきなりね。でもまあ、ケビンさんには何度もお世話になってるし、みんなどうかな？ああ、いいんじゃねえのか？うん、確かにこの辺りで借りを返しておきたいところね。私も賛成です。僕も依存はないよ。これも何かの縁でしょうし。ま、せっかくだから楽しくやろうじゃないか。おおきに。お礼と言ってはないやけど、まだ用があるなら付き合うで。思う存分こき使ってくれや。それじゃあ遠慮なく手伝ってもらうわね。ほら、シャキッとしなさい。おう、いくで。よう、用事は終わったのかよ。なんだ、そうなのか。まあいい、用事が終わったらとっとと戻ってこいよ。やあ、エステル君、もう用事は済んだのかな？おや、そうなのかい？ここで。用事は終わったの？そっか。それじゃあ早速部屋に案内してもらいましょう。本日は当館をご利用いただき誠にありがとうございました。
早速お部屋のご案内をさせていただきますね。うん、お願いします。まずこちらが女性の方々のお部屋になります。うわー、落ち着いた雰囲気の素敵なお部屋ですね。ここ私たちが前に通された部屋だったわね。空賊アジトに潜入して結局泊まれなかったけどそうでしたわねちなみに僕はベッドで一休みしたけどね。あれはシェラネーに酔いつぶされただけでしょうが今回は思う存分堪能させてもらいましょうか。こちらが男性の方々に使っていただくお部屋ですが、二人部屋ですので隣の部屋と合わせてお使いください。なあ、俺は飛び入りですから皆さんの都合優先で結構ですわ。どうする？俺はどちらでもいいが。俺も別にどうでもいいぜならば僕とアガット君を同室にしてもらおうかな。ちょっと待て、なんで脈絡もなく俺を指名しやがるんだ決まってるじゃないか。あの夜村に残った君とティータ君の間にどんなことがあったのか一部始終懇切丁寧に教えてもらおうと思ってね。ほえ？なんて悪趣味なやつ。まあ、私も少し興味があったりするけどね。でも、ただお話ししただけだよ。そのお話っていうのが大事だったりするのよね。こちらも寝る前にじっくりと聞かせてもらっちゃおうかな。もう二人とも、あんまりからかったらティータちゃんがかわいそうですよ。そういうわけでジンさんとケビン神父は隣の部屋に泊まってもらいたい。ああ、俺は構わんぞ。いやー、何やら楽しそうですから全面的に賛成させてもらいますわそれでは隣の部屋にもご案内させていただきますね。こら、妙なところで話を聞んじゃねえ。なるほど、ごっついことがあったもんや。まさか伝説の古代竜がリベールに生息してたとはな。しかも輝く輪について警告してどこかに飛び去ったときたか。いろいろありすぎて頭が処理しきれない感じかも。どうして竜が輝く輪について口を閉ざしたのかもわからないし、実は教会の聖典にこんな一節が存在してな。司法授けし女神、聖獣を使わして人の子らの行く末を見届けさせん。司法に聖獣、それぞれ輝く輪と竜に相当しそうですね。しかも見届けさせるという文句がポイントかもしれないね。ただ見守るだけで手助けをしてくれるわけじゃないらしい。ケチくせえ話だぜ。いずれにせよこれで輝く輪が実在する可能性はかなり高くなった。俺が調べたことと合わせるといろいろと推測できると思うんやけど。ケビンさんが調べたことって死輪の塔についてよね。何か分かったことでもあるの？まあな、4つの塔の頂上にある用途不明の古代装置やけど、あれが今光が灯って動いとるんは知っとるか？うん、
私たちもこの目で確かめたけど、それが輝く輪とどういう関係があるわけ？これはあのユリア大尉から教えてもらったんやけど、城の封印区画の採用で巨大な機械の化け物が現れる直前に妙な出来事があったそうやな。あ、うん、確かゴスペルが使われた直後、遺跡の照明が全部消えちゃって、その後警告の声が聞こえてから周りの柱が下に降りたのよね。警告の内容は第一結界の消滅とデバイスタワーの起動だったわね。そうそう、それです。で、目撃情報とかも合わせて調査した結果分かったんが、4つの塔で装置が動き始めたのがまさに封印区画でゴスペルが使われた時間っちゅうことですわ。あ、アンデスって？それじゃあ警告にあったデバイスタワーの起動って、シリンの塔の屋上にある装置の起動を意味していたわけだ。ええ、それ以外には考えられへんと思います。うん、状況を整理すると、グランセル城の地下遺跡には第一結界なるものを作り出す機能が備わっていた。だが大佐にゴスペルが使われてしまったことによって第一結界は消滅してしまった。そしてその代わりにデバイスタワーが起動した。ひょっとしたら第二結界と呼ばれるようなものを発生させるためかもしれません。第二結界第一があれば第二があるのも道理だな。問題はその結界ってのがどういう代物かってことだが。それなんやけど、多分輝く輪の在りかを隠しておくような代物やと思う。そっか、輝く輪は封印区画には存在しなかった。このリベールのどこかに隠されてるって話だったわね。そういうこと。そして仮に結社の目的が輝く輪の入手なら、連中の実験とやらもその目的を遂行するための手段と考えた方がいいやろね。輝く輪、ゴスペル、結社による実験どうやら全てがつながってきたみたいだね。そしてその絵を描いているのが教授と呼ばれる人物なわけか。うん、そうね。竜の額にゴスペルを埋め込んでボース各地を襲わせた張本人、そしてお姉ちゃん？なんや、どうしたん？うん、その教授なんだけど、ヨシアがいなくなった原因を作った人物じゃないかと思うの。え？それって5年前あの子が先生に引き取られることになった原因を作った黒幕ね。うん、それからリシャール大佐やクルツさんたちの記憶を操作した人物とも同じだと思う。何？うん、確かに記憶操作の一件は未だ解明されていないが、どうしてそう思ったんだ？うん、あのね、そんなことが。お前今まで抱えてやがったのか？そういうわけじゃないけど、ごめん、話すのが遅れたかも。
でも間違いなさそうですね。その人が様々な事件の元凶である可能性は高いと思います。ふん、かなりえぐい性格をした人物のようだね。ああ、注意する必要がありそうだぜ。あっと、ごめんティータ、せっかく遊びに来たのに嫌な話をしちゃったわね。ううん、気にしないでお姉ちゃん。ただどうしてその人はそんなことができるのかなって、みんなに嫌な思いをさせて、ヨシュアお兄ちゃんを苦しめて、私わからなくって。もうそんな歪んだ奴のことなんか分かってあげる必要ないってば。ティータはティータらしくが一番ね、アガット。だからなんで俺に振りやがるんだ。いいオチがついたわね。どうしたのケビンさん。いや、なんでもないで。とりあえず情報交換はこの辺りにしとこうか。せっかくの料理が冷めてしもたらもったいないし。うん、それもそうね。そういうことなら話は早い。思う存分七肉輪を楽しむとしようじゃないか。あら、本当にいいの？ごめんなさい、ブレーコーくらいで許してください。共にリフレッシュできましたね。いやー、お酒も飲まずに楽しめたのは久しぶりだわ。とか言っちゃって、私たちが釣りをしてる間果実酒とか飲んでなかった？あら、あんな軽いの酒のうちに入らないわよねえ姫様。ティータちゃん、コメントは控えておきますね。それにしてもエステルさんって釣りが本当にお上手なんですね。そうかな。うん、次々と釣っちゃうんだもん。小さい頃からのこの子の趣味だからね。そういえばケビンさんも好調だったわね。うん、結構好きみたい。
ロッドさばきとかもなかなかどうに言ってたし、もう少し腕を磨けば私のいいライバルになれるかもしれないわね。まったくもう、すぐ調子に乗るんだから。それにしてももうすっかり夕方ですね。あ、外で散歩してくるね。夕食までには戻るから。そっか、遅くなったらあんたの分は山分けにさせてもらうわよ。分かってますって。それじゃあまた後でね。あ、シロさん、あの、大丈夫よティータちゃん、できれば今はそっとしておいてあげて。もしかしてヨシアさんのことですか？あ、よくわかったわね。そういえばあの時もこんな風に夕日が綺麗だったわね。夕映えのバレリア湖はさぞかし美しいでしょうね。私も後でテラスに出てみようかしら。今日も見事な夕焼けね。夕食までは時間もあるし、ゆっくり散歩してらっしゃい。私たちはもう少しここでお茶を飲んでるね。それじゃあ姉ちゃん、また。よ、エステル、なんだよ、また散歩が？うん、そんなとこ。そういうアガットたちは？ちびちびやりながら世間話なんぞしてるところさ。ま、のんびり過ごさせてもらってるぜ。一応はそのためにここに来たわけだからな。そうそう、たまには心身を休めないと。一日ぐらい仕事のことを忘れても罰は当たらないわよ。違いね。じゃ、また後でな。あら、エステルちゃん、もうお茶の時間はおしまい？ううん、知らねえたちはまだ部屋でくつろいでるけど、ちょっと湖でも見てこようかと思ってね。うん、そっか。うん、暗くなる前に戻ってくるんやで。また釣りにでも行くのか？熱中しすぎて晩飯の時間に遅れるなよ。いやあ、ごきげんよう、エステル君。上質な酒に新鮮なつまみ。いやはや優雅な夕暮れのひとときさ。これで美人のお酌さえあれば言うことがないんだがね。ま、それは晩餐後の楽しみとさせてもらおうか。みんなに黙って外に出るのは良くないわね。はあ、ほんと綺麗な夕焼けね。あ
の時と同じだわ。空も水も夕焼けもあの時と同じなのに、みんなと一緒にいてすごく楽しいのに、やっぱり全然違うよね。ダメだな。自分のペースで追いかけるってせっかく答えを出したのに。これじゃヨシアにもお母さんにも笑われちゃうよね。そうね。夢の中で一度だけ間違わずに吹けたし、また練習してみようかな。いいもん聞かせてもらったわ。ケビンさん。しっかし誰が吹いとるのかと思って来てみれば、まさかエステルちゃんだとは思えへんかったわ。釣りとスニーカー集め以外にも意外な趣味を持ってるんやな。私のキャラじゃないかな。いや、そんなことないで。まあ正直釣りの方が得意そうみたいやけど。正直に下手って言っちゃっていいわよ。自分でもあんまり向いてるとは思ってないし。確かに拙いところもあったけど、音楽で大事なのはハートや。さっきの演奏、エステルちゃんの気持ちはバッチリ伝わってきたで。そっか。隣行ってもええか？どうぞ。一つ聞きたいんやけど、エステルちゃん彼氏に会ってどないするんや？聞けばそれなりの事情で君らの前から姿を消したそうやな。再会できてもそんな相手にどんな言葉がかけられるのか考えたことあるかな？引っ叩いても連れ戻すって思い込んだこともあるけど、さすがにそんな無茶が本当にできるとも思えないし、正直言うと私の言葉はヨシアに届かないかもしれない。それが分かっていても彼氏を追い続けるんやね。ヨシアの背負った事情とか私自身の至らなさとか、いろいろなことを考えたんだけど、結局いくら考えてもヨシアに何て言ったらいいか思いつかなかったの。だからその言葉は会ってから見つけることにする。え？だって私の思いは私だけのものじゃないから。ヨシアと一緒にいる間に自然と育ってきたものだから。だからヨシアに会えたら初めてそれは浮かんでくると思う。私だけが伝えられるヨシアへの言葉を。ああ、だから会え
ないうちからうじうじ悩むのはやめにしたの。さっきみたいに感傷に浸ることはあるけど、それは乙女の特権ということで。はあ、ま、こっちの考えてた段取りがめちゃくちゃやんか。え？1、感傷に浸るエステルちゃん。2、俺の鋭いツッコミに戸惑い悩むエステルちゃん。3、俺からのナイスフォロー。4、エステルちゃん立ち直る、俺の株赤丸急上昇ってな。必勝の段取りを用意して挑んだんやけど、兄さんをいきなりすっ飛ばされてしもたわ。ごめんごめん。でもケビンさんって結構立派な神父さんよね。私みたいに悩んだり困ったりしている人をいつも気にかけてくれるし。ガク。まあ確かにそれも神父のお仕事なんやけど、エステルちゃんには半分以上プライベートな理由で気にかけてるんやけどな。え？それってどういう？ちょっと待った。ん？どうしたの？いきなり。いや、向こうの方からボートが来とるんやけど、なんかその上で人がぶっ倒れてるみたいや。応急治療はしたけど、かなりの怪我を負っとるな。しばらく動かさん方がええやろ。そっか。まさかクルツのやつがここまでやられるとはな。一体何があったんだ。確かクルツさんのチームはもう少しで結社の拠点を突き止められるって話だったよね。ということはハネラスさんやカルナさんも一緒だったはず。あ、まずいな。一応宿の通信機でルグランジーさんに連絡したわ。すぐに各地のギルドと王国軍にも連絡が行くはずよ。でも下手をしたらアネラスさんたちが。ええ、分かってる。俺たちもできる限りのことをやっといた方がいいだろう。問題はクルツを乗せたボートがどこから流れてきたかだが。確かバレリア湖には島や岩場はなかったはずだね。はい、水深が深いので。ならば湖岸のどこかから流れてきたのは間違いない。その場所を特定するのはなかなか厄介そうだが。うん、かなり大きな湖だもんね。軍の警備艇にも捜索を頼めるといいんだけど。ここはエステル君、それにアガットたちも。ここはボース地方南部湖畔の川瀬みてえだ。あんたボートに乗ってここまで流れてきたんだぜ。そうか。確か他のメンバーたちと結社の拠点に乗り込んで、それで。クルツさん？まさか。
なんてことだ。一度ならず二度までも記憶を奪われてしまうとは。やっぱり。どうやら教授とやらに記憶を封じられたみたいだね。頼む、ジンさん。以前やってもらったように気を自分に当ててくれ。このままではグラッツたちが。あれはあくまで対処療法に過ぎんからな。暗示によって封印された肝心の記憶は蘇らないはずだ。それに今の傷ついたあんたには負担が重すぎる。だがそれやったら俺が何とかしてみますわ。え？君は七王教会の聖杯騎士ケビン・グラハム言いますわ。アネラスちゃんから話は聞いてへんですかね。おお、君が。でもケビンさん、暗示の解除なんてできるの？まあ深層心理にまで食い込んだエグいのになると無理やけど、一時的に封じられた記憶ならなんとかなると思うで。まだかけられてから時間も経ってへんみたいやし。そうなんだ。教会に伝えられるという門外不出の法術ということかな。ま、そんなところですわ。多少精神的なダメージを食らうかもしれへんですけど、それでも構わへんですか？問題ない。ぜひともお願いする。承知。空の女神の名において、性別されし七王、ここにあり。わあ、綺麗。四季の吟遊、時の黒曜。その総国をもって、かの者に打ち込まれし楔。ここに抜き取らん。大丈夫？クルツさん。ああ、大丈夫だ。霧が晴れたように、いろいろと思い出してきた。霧が晴れるのに任せて、ゆっくり心を落ち着けてください。その向こうにある暗闇は覗き込んだりせえへんように。ああ、わかった。精神的なダメージというのがどういうものかわかったよ。あれは私のエゴというわけか。あら、わかります？これでも瞑想などをたしなむ方なのでね。もう大丈夫。必要な情報は思い出せた。本当？見事な術だ。ただの不良神父じゃなかったみてえだな。よくやってくれたわね。どういたしまして。それでクルツさん、必要な情報っちゅうのは。ああ、結社の拠点はバレリア湖北西の湖岸。そこに彼らの研究施設が秘密裏に建造されていた。研究施設？そんなものをいつの間に。バ
レリア湖北西といえば人里離れた場所ですけど、それでも警備艇による捜索が行われているはずですが、奴らは特殊な方法で施設を隠しているようでした。上空にダミー映像を展開して空からの捜索を防ぐような。なんですって？そりゃまたとんでもない技術のようだね。原理的には可能だけど。そして地上に関しては、接近すると周囲に濃霧が発生するようにしているらしい。霧？ローレントの事件を思い出すな。我々のチームは霧を抜けて研究施設に潜入したんだが、執行者と名乗る手だれたちの待ち伏せにあった。完全に隙をつかれて我々は総崩れとなってしまい、ボートにたどり着いたところで私は気を失ってしまった。仲間を残して自分だけ逃げ延びることになるとは。クルツさん、安心して。アネラスさんたちは絶対に助け出してみせるから。エステル君。そこまでわかってるならいくらでもやりようはあるだろう。そうね、軍の支援も期待できそうだし。あとは俺たちに任せておきな。ありがたい。すまない。よろしく頼む。ちょっと。大丈夫。気を失っただけや。しかし、一刻の猶予もないみたいやね。うん。王国軍が動く前に、私たちも動かなくちゃ。エステル、言わなくても分かってると思うけど。分かってる。今までの任務とは桁違いに危険ってことよね。でもいずれこういう形で結社とは対決することは覚悟していたし、それが早まっただけだと思う。エステル。短い休暇だったわね。十分だろう。せいぜい腹をくくるとしようぜ。だが全員で乗り込んだらかえって目立ってしまうだけだ。ここは数を絞るべきだろう。うん、そうね。ねえみんな、あの時みたいに私が選んでもいいかな。あの時というと封印区画の探索のことね。ああ、それで構わんだろう。まあ俺を選ばなくても恨みっこなしにしてやるぜ。僕は選んでくれると確信しているけどね。回復薬が必要ならぜひ連れて行ってください。あ、私も機械のこととかきっとお役に立てると思う。みんな。ああ、水差して悪いんやけど、まずは俺をメンバーに選んでもらえへんかな。どうやらアネラスちゃんたちは結社の手に落ちたみたいや。助けた時さっきみたいな術をかけられていたらどないする？なるほど、道理だな。仕方ね。お前はメンバー確定だ。ああ気に。もうお礼を言うのはこっちの方だってば。それじゃあ残りのメンバーを選ぶわね。